はい、皆さんこんにちは、サルです。今日もね、ちょっとあの山の方に来ております。で、今日はですね、このジェル燃料じゃなくて、堺チャンネルさんがね、このポケットストーブにはね、とっても合うと、まあ絶賛してたようなこれですね。はい、ダイソーで売ってるバーベキュー用着火剤、着火剤と書いてるんですけどね、これを燃料としてね、使うと、置き火状態になってね、すごくいいと、このポケットストーブには合うという話でしたので、ちょっと私ね、この着火剤ね、過去に買ってなんか火付きが悪いなと思って、もう使うのやめてたんですけど、はい、もしかしたらね、そういうこともあるのかなという、期待からちょっとね、やってみたいなと思ってます。ということで早速なんかね、これチョコレート状にね、こう割れ目が入ってると言うんですけど、大抵ね、あまり割れないんですよね、私の経験でいくと思うんですけど、その辺こだわらずに、ちょっととりあえずやってみましょうかね。考えてみた方が早いということで、こうもふっとしてるでしょ、なんかいまいち割れにくい気がするんですけど、2つぐらいかな、ちょっと置いて、パラフィンがね、染み込ませてあるということで、ある程度ね、燃えやすいはずということらしいんですけど、若干ね、風上がね、奥が風上なので、どうなんかな、これは風向きとして理想ではないんですけど、こういう感じですね。なんかね、空気がしっかりないとね、すぐ消えてしまうっていうイメージがあったので、銀紙はね、敷かずにポケットストーブのね、底に小さい穴が開いてるので、その穴をね、ちょっとなるべく塞がないような形でやります。例によって今日はよいしょ、このね、ダイソーの 450ml のマグ、キャンドゥのシェラカップ用の網を入れます、ぴったりです、はい、網を置いて、ちょっともう一個いっときましょうか、3つぐらいいっときましょう。ここにね、だいたい 200cc ぐらい水をあらかじめ入れます。あらかじめ入れないとね、かけて失敗して火を消してしまったので、これで湯を沸かしましょう。なんかいい感じですね、ちょっとプチ焚き火っぽい感じで楽しいですね、これね。でね、ミニ焚き火のようによく燃えてますね。今これね、3つ使ったんです。で、全部で12個が2枚だから24個入ってるんだ。24個で110円、でそのうち3つ使いました。8分の1使ったから、これに15円ぐらいか、15円もしないぐらいですね、今3つなんでね。考えたらめちゃくちゃコスパいいですね、このね。木質系、要は木なんで、すすが出ると思うので、汚してしまうと思うんですけどね、底をね、鍋のすすでね、それは仕方ないですね。はい、でこれもうね、先日から超気に入ってます、大関の冷涼甘酒、カロリー 40% オフ、たまらんですよこれ。ダイソーでね、買ってきました。ここはね、あんまり教えたくないんで、小さい声で小声で言ってます。はい、前回もね、これやってちょっとびっくりしてね、これはたまらんなということで、近くのダイソーに行ってね、買い足しました。じゃあこれもね、開けて入れておきます。今ね、時間がね、4時32分、例によってね、遅くから始めたのでもうすぐあと1時間もすればもう真っ暗なんですけど、このぐらいの時間がね、一番楽しいんですよね。楽しいっていうかね、綺麗なんですよね。で、ここ山の上なんでね、ちょっと寒いんです。
なんで、一層ね、多分この缶をした甘酒が美味しいんではないかなというふうに思っております。やっぱあれですね、木質系の燃料だけあってよく炎がこう立ち上がりますね。まるで焚き火のようにね、気をつけないとね。これ鉄板はね、バーベキュー用の鉄板をね、切り出して、止めてますので、まあ、熱には強いです。びくともしないです。こういうものじゃないとね、このポケットストーブの底の穴をね、今塞いでませんので、いつもみたいにアルミ箔とか敷いてないので燃えたね、灰が落ちると思うんで、この辺はね、ちょっと注意してやらないといけないところ。小高い丘になってるので下からの風でね、少し煽られますね。やっぱりね、そんなに強くはないんですけど、燃料がね、木質系のね、燃えて軽くなってね、風で飛ぶような状態になるとちょっと危険でしょうね。それこそ水使って消したりしないとね。そんな感じはあります。はい。まあけどそんなに風も強くないのでおそらく大丈夫でしょう。よく燃えますねこれね。ただまだ湯が湧いてる感じは全くないですね、現時点ではね。いやー、山の上なんでね、空気が冷たいんですけどね、すごく気持ちいいですね。はい、もうね、12月もあと少しですよ、年末までね。まもなく年が明けて2022年になろうかとしているというね、年末になります。いい年に来年もしたいですね。はい、だいぶね、湯気が出てきたみたいです。このね、やっぱり木質系なのですすが思いっきり出てですね、今回はこのマグ、これがね、もう真っ黒ですね、炭でね、炭っていうかすすでね、真っ黒です。でもうお湯も沸いてきたのでね、もうすぐ飲めるんじゃないかなと思いますね。はい、火も消えましてね、だいたい温まってきました。はい、やっぱね、消える時も少し煙が出たしねこれはね、アルコール系の燃料とかヘキサミンに比べるとね、ちょっとこう気をつけないとね、灰が飛んだりいろいろしますね。じゃあね、今日もちょっといただきます。たまりませんね。スタイルね、もうしばらくやめれそうないですね。たまんないです。飲み終わるまでね、できればね、熱いままでいてほしいんで、ちょっと追加でやりますが、ね、木質系のやつはね、すすが出るのでやめました。すすが出ない方がありがたいですね。すすが出るとね、ちょっとでも風が吹いてるとね、飛んでくるんですよ、すすが。すすっていうか、まあ、灰がね。それがね、やっぱりね、ちょっとこう火のね、管理的にもよろしくないし、やっぱり灰が出るっていうのはね、微妙に難しい部分がありますよ。ちょっと気になりますね。このジェル燃料、パック燃料だったらね、完全に灰は出ないので、まあそういう意味で言うとね、やっぱこっちの方がいいかな。まあ本当にね、焚き火っぽくてね、木質系の燃料楽しいんですけど、やっぱりね、手間がかかるのを避けようというのが今の趣旨ですから、そう考えるとアルコール系とかヘキサミン系の方がいいかもしれないですね。はい、このね、パック燃料をね、燃やしてみて改めて思うんですけどね、バチ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 って言いますね。
ヘキサミンもねバチ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 言いました。このジェル燃料もね、最初にね、ビニールが燃えるときにねバチ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 っていう音はしますね。まあ火力も強いしけど灰も出ないし、なんかねお手軽という言葉にぴったりマッチするのは、木質系の着火剤ではなくてね、やっぱりこのアルコール系かヘキサミン系ですかね。まあ、こんな風にねちょっと強めに風に煽られてもね消えることもないし、かといってさっきのねダイソーの木質系着火剤みたいに灰が飛んだり火の粉が飛んだりすることもないので、まあ、そういう意味ではね、本当にちょっとした違いですけどね、より手軽感というか安心感というかありますね。しょっちゅう思うことの一つなんですけど、こういうポケットストーブを使って何かを温めて飲んだりしてて、手で持てないじゃないですか、熱くて網でもこのねポケットストーブ本体でも。だからねちょっとつかめるペンチっていうかね、なんかそういうものがいつもパッとねあればいいなっていうのはよく思うんです。こういうのをね、ズボンにぶら下げてますのでね、山に行くときにはすぐにね、ナイフとかこういうねハサミがあるんです、はい。まあ必要かどうか分かんないんですけど一応あります。でこれはいいんですけどね、これじゃなくてねペンチ、プライヤーとかそういうものがねこういうと同じような感じで、一つねいつでもパッと出せるところにあると多分もっと便利ですね。それもちょっとね今後考えたいなと思います。まあなるべくね荷物増やしたくないんでね、本当にそこはねジレンマなんですけど、お手軽スタイルのねいかにお手軽かっていうのは本当にある意味難しいですね。手軽にしようと思えば思うほどいろんなものがあった方が便利、ただいろんなものが必要となると準備片付けが増えるということでね、本当ジレンマですけどね。やっぱね熱いと美味しいですよ。熱燗ですね、50度以上、これはねたまんないですね。冬はねはい、ということでね今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンを、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。